だけど、ノーって言ってるでしょ。だから、絶対会ってくるヒュージって言うけど、ミスター・トランプ、そんなことねえよなと。というふうな意味合いで、あと続くんです。ずっとまだまだあるんですよ。あ、もうないや。まあ、いずれにしても、こやっんなちゃいまようしなょ言いう。方で、やってみましょうよ。え？やっち No, ゃいましょうよ。the order does not throw out any ballot. 命令はね、捨てるなと言ってる。It just keep them in a separate pile. It just keep them in a separate pile. Should the court later decide their illegitimate. 要するに、非合法かどうかっていうのね、後で裁判所がね、判断する。セパレートファイルはね。それはまだ分けておくだけでまだ結果わかんないよと。But given Mr. Biden's steady progress。バイデンのね、順調なこう票の獲得の状況をしようとすれば、Even if the justice eventually toss out 3,000 or 4,000 ballot in question。まあ、懸案中の3、4000の票をトスアウト、イベンチャリー、結局トスアウトしたところで、That would not do little to eat into his lead of over 30,000 votes and rising。これはね、どういうことかと言いますと、3、4000ぐらいの票をね、懸案中の票をね、トスアウト、放り投げたところでね、バイデンがね、3万票勝ってることに対して、do little to eat。もう何の足しにもならないよなと。そういう意味ですね。いいですかね。The can cascade of lawsuit。カスケードってのは小さな滝が次と次と流れてる。小滝がいっぱい流れてるんですね。一連の、訴訟。The cascade of lawsuits is a sign of their futility。これは、フューチリティ申し上げてた。無駄な行為。彼ら無駄な行為の兆候だと。If winning a single state could give Mr. Trump another 4 years, he would be focusing his energies there. If winning a single state, 一つの州をね、勝てば、トランプに次の4年間をあげるとして、したら、彼は、そこでエナジーを注げるだろう。まあ、ここで何言ってるかっていうね、ちょっと待ってくれ、シングルステートじゃないよ。いくつの州もだよって、そういう意味です、ここでは。だそのまま訳すと変な訳になっちゃうんだけど、ここでトランプにね、この一つの州で勝てればね、勝てれば彼は大統領になれるのかなと、そういう意味です。But there is no widow of Bush。これ V、ブッシュ VS ゴア in the offering of 2020。これはしかしね、redo というのはやり直す。redo。ブッシュとゴアのやり直しじゃないよと。ね、今回は。ブッシュとゴアの時はフロリダだけで戦ったわけで、今回一つの州じゃないよ。そういう意味です。A case focused on Florida。フロリダね。Decisive state。意思決定する州ね。Where a few hundred votes separated the candidate。これさ、500票。これ2020じゃないですよ。いやいや、これ、今回の、オファリングにおいて、ブッシュとゴアとの対決の、やり直しみたいなもんじゃないよ。そういう意味でしょ。これタイプミスですよね。いや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 、これだから2020年はブッシュとゴアの対決みたいじゃないよ。そういう意味じゃないの。But there is no redo in さっき言ったようにさ、offering この記者ってちょっ for とさ、はしょる癖があるんだよね。 There is no redo of Bush in for そうかそうだな。よ、ノー There is リド no ゥ、リ redo ドゥ。 for ノーリまあドゥ。2020年においてはブッシュとゴアみたいなことはリドゥはありませそうん。そうで、アケースフォークってその何のリドゥかって言ったら、ワンステージじゃないと。フロリダ州のね、時みたいにと。で、
the only Georgia which is まあ、ウムさん、一言で要点をつかむとウムさんの言うと一つの州じゃないようですよね。そうそう、それでね、これね、few hundred votes ってのは500票だったんですよ、本当は。わずか。だからリカウントしたんですよね。そう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 。うん、そうでね、only Georgia。で、彼言ったのは一つの州って only Georgia だけでもね、which is headed for automatic recount。自動再計算を今向かってる、やろうとしてるが、offer the slender hope of moving the state into the president column。 プレジデントのエクセルのシートの一覧にそのステートをね、俺が勝ったっていうことを hope of moving ね、slender hope、 儚い望みを提起している。ジョージアね。 but even before major news、 主要なニュースの前でさえ、オーガニゼーション called Pennsylvania in Mr. Biden's favor。 主要なニュースの前でさえ、これね、よくわかんないんだけどさ、even before major news organizations called Pennsylvania in Mr. Biden's favor。 ここで言ってるのは、オーガニゼーションっていろんな組織がペンシルバニアはバイデンのことを支持している。そういう意味ですね。いやいやいや、違うの？大きなね、そういうニュース組織がペンシルバニアにおいてバイデン側を支持するよりも前からってことですよね。前からああそうそう、even before major、 要するにいくつかのニュース、なんてニュース番組が何だかの言う前から、オーガニゼーションといろんな組織がね、バイデンを、そうそうそう、バイデンを支持してる。そういう意味でしょ？ね、いや、てか、支持をする前から、ジョージア州において、16の、いや、だからほら、選挙結果、選挙のその今ね、時間が経ってから、あ、ごめんごめん、これさ、次の文章があったね。ジョージア16 electoral college seats did not give him much chance of reaching 270。 そうだから、ジョージアのね、要するにジョージア16席あるわけじゃないですか。あ、ね、そうですそうです。で270に到達するために大事な16席なんですけど、もうすでにっていうか、そのペンシルバニアがね、そのもうバイデンより、バイデンを知り、まあバイデン側が勝ってるよっていうふうにニュースが報道される前から、ジョージアにおいても要するにバイデン側だったわけですよね。うん、そうそう。バイデン側の表示がペンシルバニアにも先、出ていたわけですよ。そうです。だから、ね、フロリダの時みたいに一州でのそのことじゃなくって、もうジョージアでもこうなっていったという状況がペンシルバニアで報道される前からもそうなってたじゃないかと。そうそう。ね、そうです。だから一番最後の文章で言ってますけどね、far too far behind in too many places というふうに言ってますが、この記事で触れていないのはその無法、ここから僕の意見になりますが、ね、無効となるようなね、投票用紙がたくさんあるはずなんですよ。そうです。でそれをね、それに関わったやつらもいるわけなんですよね。そうです、そうです。で、そういこれ下手すると本当に、要するに日本でいう郵便局が、ね、そうです、郵政がすごく絡んだっていうふうになるので、そうです、ね、逮捕者がスキャンダルですよ、本当だったら、うん、っていう見方もあるんですが、その辺はまだなんだろうな、なぜ公になってないかわかんないですけども、まだ公になっていないので、その辺のことは触れずに、まあ
多分この作者もどちらかって言ったらこの記者っていうのもバイデン側のそうですそうですね、あの観点にいる人だと思うので、そうですそうです、だから海野さんが結局12月にならないとね、あの、まあ、期限は12月の7日でしたっけ、あ、そんなぐらいですね、なんかあの辺ですよね、はい、だからその時になるまでに何が起きるか分かりませんっていうのがあるんですが、ただもう一方でね、僕の個人意見ですけど、戦略としてトランプ政権の動きがちょっと遅かったのかなっていうね、そのハンターの情報っていうのも結構本当は1年ぐらい前から FBI が掴んでいたのに、ノートパソコンの件だってね、うん、あの辺ももうちょっと早くやっていたら、うん、時期は変わったかもしれないですけども、その効果がね、バイデン落としの戦略の効果の見始めがちょっと遅かったんですよね、うん、まあだけどさ、まあ、いろんなことをやってるからちょっとトランプはさ、あの最高裁に訴訟を起こしてどうするのか手の内まだ上げてないですよね。上げてないですよ。まだ上げてないですよ。だからどういうふうになるか、どういうふうになるか分かんないですが、うん、ただこんなにたくさんの州でね、うん、てか一つの州でたまたまなんかね、そういう不法なことが見つかってたらまだ分かるんですけど、複数の州で起きてるじゃないですか。うん、そうですそうです。ね、だから不自然なんですよ。そうです。で、このことをね、見過ごす、なんていうの、すでになんか CIA やどうたらこうたらいろんななんかありますけれど、ね、ここまでね、メディアが、これトランプ側の政権でこういう不正が起きていたらね、絶対にバンバン報道するのにね。そうそうです。ね、報道してないっていうこと自体がそもそも中立の立場に立っていないですし、報道してない、ね、いろいろ、ね、これおかしい点があるんですが、そうです、まあ、利権が絡む部分があるので、そうです、それでそのスポンサーたち